単語いきます。単語ですね。でこの、よし、間違えた。開放弦かな。初見っていうか、初見じゃないね、なんていうの、初記憶かな。楽譜もないし、記憶、昔の記憶を、初記憶っていうの、初見たちはね、初記憶、昔の古い記憶を思い出しながらね、ちょっと、割と高度なことやってるんで、初記憶ですね、過去の初記憶を、初記憶演奏、バイオリンで弾くのは初めてなんで。これもともとギターの曲ですからね。ちょっとなかなか普通はやらないことやってますんで。
ちょっと、つっかいだとか思ったんですけど、まあ、初記憶、なんつうの、初記憶っていうかね、今、記憶の中にあるやつを今、初見で記憶し、思い出して、初見で記憶を思い出してっていうの、変な表現なんだけど、とにかく、初なんですよ、これ。初めて、これは初めてとは言わないのかな。昔、ギターで弾いてた曲を、がなんか記憶に残ってるのを、その旋律のイメージを、多分キーは合ってないと思うんですけども、それで今弾いてるって、ちょっと特殊なパフォーマンスをしました。以上です。